ハイコ・ヘルリッヒは、ドイツマンハイム出身のサッカー指導者。元サッカー選手。元ドイツ代表。ポジションはフォワード。SC フライブルクのユースを経て1989年に、バイエル・レバー空前にて、キャリアデビューを果たす。U-21 代表に選ばれるなど、将来を嘱望されていた。しかし、ウルフ・キルステン、アンドレアス・トームの影に隠れて、不遇の時を過ごす。 1993から1994シーズンより活躍の場を求め、ボルシア・メンヒエングラートバッハに移籍し、8ゴールを挙げる。翌1994から1995シーズンフィオレンティーナから移籍してきたステファン、エフヘンベルク、スウェーデン代表のマルティン・ガーリンらと強力なアタック陣を形成。ヘルリッヒは闘あふれるプレーと強烈なヘディング。 的確なポジショニングと正確なシュートで20ゴールを挙げる大活躍をし、ベルダーブレーメンのマリオバスラーと共に得点王に輝く。それまで中位に低迷していたチームを、ブンデスリーが5位に躍進させ、DFB ポカールにおいても、決勝の VFL ボルフスブルク戦において、ゴールを挙げるなど、優勝の原動力に、代表デビューも果たし、充実のシーズンを送る。 若かりし、ヒノルディフェラーを彷彿させ、まだ23歳と若かったヘルリッヒは、ボルシアメンヒエングラートバフ派の未来を担うと思われていた。しかし、1995から1996、シーズン開幕前にカールハインツリードレラ相次ぐ、ホワード人の怪我に泣かされていたボルシアドルトムントへ1100万、マルクの遺跡金で遺跡。しかし、 この遺跡に難色を示していたボルシア、メンヒエングラートバッハとボルシアドルトムントの間で法廷闘争にまで発展し、事態を重く見た DFB や当時の代表監督ベルティフォックスまで介入する騒動となる。ボルシアドルトムント遺跡後は引退まで9シーズンにわたり42ゴールを挙げ、1997年には UEFA チャンピオンズリーグ優勝。 同年のインターコンチネンタルカップでは1ゴールを決め優勝に貢献、また2度のブンデスリーガ優勝などのタイトルを獲得する。しかし、2000年には試合中に視覚障害を訴え、精査の結果、悪性の脳腫瘍が発覚。放射線治療を受け、1年に及ぶ治療の末、シャルケレイオンとのルールダービーで2001年に復帰を果たす。しかし、かつてのフォームには、 戻ることはできず、怪我の影響もあり2004年に現役を引退した。2005年にコーチングライセンスを取得。U-17 ドイツ代表を2007年、FIFAU-17 ワールドカップ準決勝進出に導いた。2008年より U-19 代表の監督に就任。2009年10月、DFB との契約を解除し、マルセル・コラー前監督の後任として、 VFL ーフムの監督に就任。しかし、チームを完全に立て直すことはできず、2010年4月に途中解任となる。2017年6月9日、バイエルレバー,クーゼンの監督に就任した。国際 A マッチ5試合1得点。ありがとうございます。